こんにちは、ごめんゆうこです。前回、今期購入した、お洋服のアイテムをご紹介したんですけど、今日はですね、靴、今期ヘビロテしたい靴をご紹介したいと思います。まず、もうかなり動画とかでもヘビロテしている靴があって、こちらのブレンタのこのね、エリオポールのショップクルーズで、感動したこの足首がゴムのタイプのこの靴がね、本当に楽だし合わせやすくてマジでヘビロテしてます。なんか今この間の動画の最後の服着てますけど、こういうスカートの足元で抜け感も出せるし、デニムスタイルでもいいし、本当に使えますね。履くときにむちゃんこ楽なんですよ。これ履くときにこうでしょ、こうしてここがゴムだからほらシュッと履けちゃうの。そこんな感じでスカートスタイルに合わせて履いてもいいし、すごく重宝しております。すごい綺麗に見えるし足が、でヒールが太いのですごく楽です。はい、すごい履いてます。これからかなりヘビロテしていこうと思っております。次にご紹介しますのが、これもねブレンタの靴です。これです。こちらのブレンタのバブーシュみたいなやつ、ちょっとこうなんかなんだろう、素材感がフラットじゃなくて、ちょっとシルエットが割とこうとんがった感じのバブーシュみたいな、でヒールはなくてみたいなタイプで、これね、私エリオポール、これもエリオポールのショップクルーズに行った時に、可愛いなって思ったんだけど、まあその時は、ね、と思ってたんですけど、後で自分の動画を見たり、サイトを見たりして、あ、なんかこれ可愛いなと思って、ネットで、はい、サイトで購入してしまいました。潔い白と、でもこの素材感が、ね、フラットじゃない感じの素材感がアクセントになっていいかなと思って、ちょっとなんかハードな感じ、ちょっとかっこいい感じで履けるかなと思って、はい、購入してました。これも今ちょっと履いてみようと思います。白が結構白いから、で足先がシュッと見えるんですよ。でまあこういうカゴ持ってみたいなね、はい、こんな感じでなんか綺麗めな感じでね、なんか履けますね。春夏たくさん履きたいと思います。続きましてご紹介しますのが、こちらのポルセリのバイカラーというかベージュと黒のグログランのリボンのバレエシューズでございます。ベージュと黒っていうこのカラーリングがに弱くて結構好きなんですよね。でまあ、春夏で結構こうヌーディーな感じ、ちょっと日に焼けても似合うし、まあ、白くても全然大丈夫だし、まあ、こういうカーキとかデニムとかに履いてもすごい可愛いのよね。これ可愛いんですよ。先週ご紹介したちょっとこんなピンクとかと合わせても、カラーのものと合わせても可愛いし、すごく使えるのね。でこれは実は私リーマルシェで色の、はい、別注というか、まあ、オーダー、私この色を選んでこのカラーリングが好きなので、ポルセリさんに別注カラーを作ってもらって、はい、今期作ってもらったものです。こういうねボーダーとかと思うしね。ちょっと入ってみましょうか。ヌーディーだけどちょっとこのグログランのこの黒いラインがポイントになって、すごい可愛いんですよ。見えるかな、見えてる、ボーダーとのね、このグログランのテープのこの黒とこのボーダーが結構リンクしていて可愛いかなと思っております。はい、続きまして、なんかね、私同じような形のサンダルを2足買ってしまったんですけど、まあ、ちょっとお値段は結構まあ違うもの、ガシガシ歩けそうだなと思って、スポさんみたいなやつを買ったんですね今年。はい、それがこのスイコックのスポさんと、ちょっとブルーと茶色のカラーリングのやつ、なんか可愛いなと思って、黒とかだと結構本当になんかスポーティーになりすぎちゃうけど、可愛いこういう色だったらスカートとかと合わせても可愛いなと思って、優しい感じの色合いの、スイコックを買ってみました。
あとね、このクロエの黒い白のソールのがアクセントになって、このなんですか、縫い目っていうか縫い目ステッチもポイントになっているような、はい、クロエのサンダルを買ってしまったんですよね。ね、このね、ソールのこの白いところが抜け感があって可愛いなと思って、このステッチもね可愛いので買ってしまったんですよね。歩きやすいし、たくさん歩きたいので、なんかこういうサンダル B さんでもいいんだけど、そこがこうソールがね厚いと安定感もあるし、たくさん歩けるし楽かなと思って購入してみました。これも履いてみますね。そう、スイコックね、こんな感じです。で、なんか馴染みがいいっていうか、スポーティーしないっていうか、馴染む感じですね。そうそうそう、こんな感じで、でまたカゴとかとも相性もね、あのブラウンが入ってたりするので、こういうナチュラル素材のカゴとかよく持つので相性がいいかなと思って購入してみました。ブルーっぽい、グレーっぽい色だから、またやっぱりこういう好きなボーダーとかカーキとか、そういう色とも相性がいいかなと思います。たくさん履いて、たくさんいっぱい歩きたいと思います。あとクロエもね、クロエも履いてみましょうか。これはね、まあ可愛いよ。値段はね、しますよね。結構ボリューム感が出る感じでね、可愛い。結構ボリュームがね、このソールとかこの白がやっぱり抜け感があっていいよね。めちゃくちゃいいわ。本当、あのクッションが良くて歩きやすいんですよね。いっぱい歩けそうかなと思っております。はい、今季、買った靴のご紹介をしましたけれども、いかがでしたでしょうか。暖かくなってきて、もう春で一番いい季節になってきたので、春夏のファッションをこれからね、思う存分楽しみたいなと私も思っております。シューズ選びのご参考になったら嬉しいなと思います。ありがとうございました。